うどん、ラーメンよりうどーん。うどん大好き、うどんこ代表の私リンが全力でうどん屋さんを紹介しております。今週も張り切ってまいります。熊谷肉汁うどんスタンプラリー。まだ今から始めても遅くないんでね、私の動画でスタンプラリーを知ってくださった方々もぜひお店を回ってみてください。私もスピードはゆっくり、本日6店舗目ということで早速行ってみます。おう、本日のスタートはですね、秩父鉄道蘇生流通センター駅。この人気のなさ。こっからですね、ひたすら南に歩いていきます。ここをまっすぐ直進。一気に気温上がったね。横に通っているのは県道128号、熊谷羽生線。押しボタンをポチッと。ここを渡っていく。くんの久々だな。下が綺麗になってる。舗装されてるやん。そう、以前ね、この緑の建物の裏側にあるさぬきうどん竹村さんに第75回でお伺いしています。今年の7月だったよな。あっちいだったね。竹村さんを通過。ひたすら広い道を歩いていきます。本日お腹を空かして向かっているのは県道17号沿いにある加賀屋食堂さん。蘇生流通センター駅からこんな感じで歩いていきます。まあ、せっせと歩いて徒歩20分ってとこかな。ここは問屋町なのでトラックが走りやすいように道がとにかく広い。ここを抜けたらだだっ広い田んぼ道に突入。同じ道のり歩いて加賀屋食堂さん行く人果たしているのかね。延々と田んぼが広がる風景は私の故郷である加須市大越を彷彿とさせます。前方に見えている新幹線の高架橋、ここを抜けてまたちょいと歩くね。やっと見えてきた国道17号。左にラーメン屋で、この右の建物がそうらしいんだけど、あー、ここだ。わ、すげえ、めっちゃ混んでる。マジか。この正面の道を歩いてきました。でっかく漢字4文字、大衆食堂。すんごい混みようよ。で、多くの方はこっちから来るだろうね。前の大通りは国道17号。この看板夜ネオンで光るんかね。車で走ってたら吸い込まれちゃうよ。興奮気味でお店に近づいて、オレンジに白文字でうまい、安い、早い。入り口はこっちか。中の活気がすんごい。腹減ったな。ほんじゃあ加賀屋食堂さん、おしゃおしゃっす。入って右側、手前のテーブル席。店内の活気がすんごい。たくさん歩いたから水がうめえぜ。これがメニュー表。オープン。ドゥヒャー、驚愕の種類の多さ。左上から見ていこうか。 A 定 B 定900円。お得なセットメニューはこのジャンルの幅広さ。男のジャンボラーメンセットだって。隣に行って炒め物。価格2つ書いてありますが、定食が左でカップ内が単品です。焼き魚に味噌煮込み。刺身もあんの。丼3種にホルモン定食。お次は揚げ物がずらっと。とんかつ、唐揚げ、メンチカツ、ハムカツ、カツ煮にカキフライ。ラーメンの下にあったあった。うどんは4種ね。お子様メニューも豪華だで。定食にもう一品ということで、ハーフサイズの揚げ物もある。こんだけ種類豊富だと迷ったな。プリンもあるぞ。すいません。はい、はい、はい、はい。肉うどんと、肉うどんとセットのメンチカツ、セットのメンチカツで、あ、肉うどんの定食がしてるセットは、あ、あるか、あるか。それそれ。こっちのメニューをね、チェックし忘れてました。900円の A 定 B 定に加えて C が肉汁うどん定食になってんのね。ハムカツもいいかも。じゃあそれでさ、ぜひは、はい、はい。立てかけられたホワイトボードの向こうには広い厨房がドーンと。かなり忙しそう。メニューを眺めてニヤニヤしながら待つこと10分ほど。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、こちらが加賀屋食堂さん本日の C 定食、肉汁うどんハムカツセット990円。この麺、熊谷じゃ珍しい風貌。食感とか想像できないわ。長ネギと豚肉が入った肉汁からはうまそうな匂いがほわわんと。綺麗な丸いハムカツにはからしが添えてある。ではいただいてまいりましょう。前箸ぐるぐる。
さあさあ気になるこの麺、かなり細くて縮れてる、ラーメンみたいな雰囲気だよね。まずは麺だけで。気持ちのいいもちもち食感、口に入れると確かにうどんだ。こいつを肉汁に絡めて、具沢山で嬉しいね。長ネギもきつね色だわ。思い切って、こりゃたまらん。つゆは甘めの濃いめ、体を動かした後にいっちゃうまいやつね。もちろんご飯が進む進む、なんかラーメンライス食ってる感覚にはなるかも。綺麗な円盤のハムカツはサックサクの熱々、卓上のソースを適量かけて、甘い長ネギが身に染みる。ここ加賀屋食堂さんは1968年の創業、昔から国道を走るトラックのうんちゃんたちに特に愛されてきた食堂みたいね。この空間で食べてるとなんか元気が湧いてくるわ。黙々と食べ進めてハムカツをベロリ。これだけじゃ終われねえぞ。セットのメンチカツって追加してもいいですか？はい、かしこまりました。お願いします、はい、たまらずメンチカツを追加。やっぱ食べたかったわ。すすり心地の気持ちいいうどんに豪快にがっついて、この縮れ麺うめえ。ラスト麺を丁寧によそいます。よしよしよし。おかずうどんにはまりそう。ありがとうございます。注文して5分ほどで到着、揚げたてのメンチカツ。熱すぎ熱すぎ、中肉汁がすんごいの。ソースをかけて全力で、衣の中には熱々でジューシーな肉がみっちり。最高だね。ズズッと肉汁を飲み干して、定食の満足感ってのはすげえな。ごちそうさまでした。もう次何食べよう。いや最強の大衆食堂、あのメニューの量、そして種類の幅、お昼ここに来れば間違いないだろうって誰もが思うようなお店でした。いや魚定食も食べたいね。明日はまだどこに行くか決めてませんけど、熊谷に来ますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。加賀屋食堂さん行ってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、うちの職場、お兄さんの、持ち切りです。え？マジですか？はい。自撮りになってて、今。あ、うん、やった。せーの。なんで、俺も、スタンプラリー。そうです、そうです。お願いします、お願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかの。そうです。そこに行ってたんですよ。行ったことあります？加賀屋食堂さん。加賀屋食堂、自分行ったことないんですよ。あ、すごい。どうでした？めっちゃうまかったっす。これからどこ行くんですか？蘇州流通センターで、地鉄乗って、帰るっす。はい、はいはいはい、もう、今日は帰りですね。そうです、そうです。持ち切りだ、うちの食堂。本当、みんなが見てる。くだい、すげえ嬉しい。ありがとうございます、お声掛けいただいて。うどんを見ながら、いろんな店を回りたいので。熊谷めっちゃうどんありますからね。はい。いや、頑張ってください。すいません。いやいやいや。さよなら。